力のモーメントはどうやって計算する？力のモーメントの計算、つまり大きさを持ったもの、つまり私たちが目にする普通のものの動き、力のモーメント、回転量を加えたものをどうやって計算するかってことだよね。力のモーメントは力、フォースと腕の長さ、Length of your arm の掛け算。あははははははは、グラビテーションフィールドだね、きっとこれは。力のモーメントの値、value を決定する要因は2つあります。1つは力の大きさ、magnitude of the force。そしてもう一方は視点からの距離です。ほう、視点からの距離。fixed point からの距離だね。あれ、視点つぼっけ。フィックスエンドだね、視点は。そうだね、力のモーメントはこの2つの積、この2つっていうのは何かっていうと、力の大きさ、そして視点からの距離だね。つまり視点からの距離というのは一般には腕の長さ、一般的には腕の長さ、視点からの距離は腕の長さと呼んでいます。力のモーメントはこの2つの積掛け算で求めることになります。図を見てください、横に長い棒があります。で、長さがラージ A です。で、左端が視点、フィックストポイントです。で、右端が上にフォースをかけられます。力のモーメント N イコール、力のモーメントは N なんだ、イコール力の大きさかける腕の長さ。この時の力のモーメント N は N イコール FL となる。つまりそうだよね、棒の長さかける、F の上向きの力だよね。まあ F はベクターだからね。なお、力のモーメントはよく N という記号、ラージ N という記号で表します。ドアノブを左端につける理由もモーメントで説明できる。あは、素晴らしいっす。下の図は先ほどのドアの図を真上から見たようなものだと理解してください。はい、つまり、ドアが上から見ることによって、細長い、棒になります。右側に蝶つがい、さっきの蝶つがいって読むんだね、かっこ視点、フィックスエンドで、左側のエンド、ドアのエンドが、下側、まあ下側っていうか、まあ上から見てからそうだけど、下側にフォースがついてる。つまりドアノブ側にフォースが行くってことだよね。で、このドアの長さが、横幅がラージ A だね。視点、つまり動かない点は蝶つがいのところですね。こう見ると、なぜドアノブを左端につけるのかが理解できるでしょう。つまり、なぜドアノブを真ん中だとか、または蝶つがいの方につけないかがわかるっていうことだよね。つまり、できるだけ弱い力で、てこの力だね。簡単にドアを開けたい場合、モーメントを大きくする必要があるわけです。やっと力のモーメントを勉強する意義がわかりましたよ。ということになります。だから、右端の蝶つがいから、最も遠い左端に近くにドアノブを設置するのですよね。先人の杖です。